こんにちは、樺沢圭一です。バスケットボールで故障を抱えた患者様に対し、故障部位の動きをスムーズにより良いパフォーマンスを導くためのテーピングを動作別にご紹介します。これは故障の予防にも期待のできるテーピングです。今回はジャンプやジャンプの着地時にアキレス腱が痛む方に対するテーピング法を紹介します。痛みの原因となるアキレス腱をサポートしていきます。5センチ幅のテープを3本使用します。事前にかかとの裏からふくらはぎの内側まで採寸しておきます。テープは四隅を切り落としておくと剥がれにくくなります。1本目のテープを貼っていきます。貼り始めはかかとの裏です。アキレス腱を通りふくらはぎを内側から包み込み乗せるように貼っていきます。ふくらはぎの内側が貼り終わりです。全体をしっかり押さえます。2本目、事前にかかとの裏からふくらはぎの外側まで採寸しておきます。貼り始めはかかとの裏です。アキレス腱を通りふくらはぎを外側から包み込み乗せるように貼っていきます。ふくらはぎの外側が貼り終わりです。全体をしっかり押さえます。3本目、事前にかかとの裏から膝の裏やや下方まで採寸しておきます。貼り始めはかかとの裏です。アキレス腱を通りふくらはぎの中央をまっすぐ乗せるように貼っていきます。ふくらはぎの中央が貼り終わりです。全体をしっかり押さえ完成です。